はい、こんにちは、森です。大箱根カントリークラブにやってまいりましたで、これからラウンドするんですけど、マネジメントとかコースの紹介とかちょっとしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴していただけたらと思います。お願いします。ということで、今日インスタートなんですけど、10番のパー4を今日右、はい、グリーンです。ということは359ヤード、はい、これコース的にははい、じゃあなんですが、右側練習場となりますので、林が終わるまで180ヤードぐらい右が OB です、はい、それを超えますと240ヤードの入り口で、右左両サイドに池がありますのでご注意ください。狙い目は使ってない方の左グリーン方向、狙い目です。はい、池があるんですね、はい、見えないけど池が両サイドに240ヤードほどであります。あ、すごい、はい、なんかめっちゃ真っ平らで何もなさそうな感じですけど、違うんですね。じゃあお願いします。お願いします。あ、やば、右来た。すいません、お願いします。超綺麗だけど、なんか見えないとこに障害物が多いコースなんですね、これは。なんかパッと見何にもなさそうで、意外とある。ピンまで119、これ目とかあるんですか？結構強いっす。金時山という山に向かって順目風になってるので、手前からが上りで目は左から来てる感じです。あ、なるほど、金時山、はい、あれです。あの白くなってる、ちょっと上が白く小屋があるところ、 あの山にちょっと水と風が行ってるので、はい、あっちにちょっと目が向いてる感じがある。なるほど、金時山119、119がピンまででした。ピンまで、ということはピンまで打っちゃうと私はボールが止まらないので、基本マイナス10ぐらい見てクラブ選んでるんですけど、アゲンストも入るんで120で。風来ない。まあナイスオンでしょう。よし、ということはあっちから順目のパターンになるってことですもんね。はい、ありがとうございます。え、これ傾斜がこうでしたよね。手前からが上る。こうですよね。だったらスライスラインになるのかな。はい。ね、そういうことですよね。さすが試合やるコースですよね。めっちゃ綺麗。グリーンも。あ、でも試合の時でこっちです。そうなんですよ。試合と今日はグリーンが全部逆方向。ああ、なるほど。アウトは半分ぐらいワングリーンなんで、トーナメントと一緒なんですけど。あ、なるほど。ツーグリーンのところは全部逆です。ワングリーンとツーグリーンが混在してるってことですか、はい、インは全部ツーなんですけど、アウトが半分ぐらいの、これはキワ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 で超外っぽい雰囲気です。これスライス強いです。目の方が強いのかな。スライスのがちょっと強いけど、カップ際になるとちょっと、あ、やっぱりそうですよね。ちょっとスネークっぽい気がするんですけど、じゃああんまり見ないで目のことだけ考えてって感じですね。じゃあカップ1個ぐらい左で、あ、そんなに強くなかったですね、ごめんなさい。よいしょ、はい、ありがとうございます。言うほどそんな目強くなかったかも、思ったより。あれ、パッティング練習、あの練習グリーンなんかめちゃめちゃ速くなかったですか。速くもしないです。でもこっち 9.7 フィートぐらいの。あ、そうなんだ。なるほど、目より傾斜です。目より傾斜、 OK です。なんかこっちの方来るとなんか目が強いみたいな勝手ななんかイメージあるんですけど、はい、傾斜の方が強いです。傾斜が強いそうです。じゃあ石塚さんに質問です。キャディーさん自体はもう何年ぐらいされてるんですか。20年ぐらいです。20年、長え、ずっとここでやられてるんですか。はい、キャディーはここでしかしたことないです。大ベテランです。ここであの試合やるじゃないですか、はい、キャッツレディース、はい、そのキャディーさんはやったことあるんですか。あります。じゃあ10年ぐらいはお休み中です。10年ぐらいお休み。10年前までは出たってことですか。はい、誰についたんですか。ごく最近だと上原美希プロ、わお、あとはズミプロ、はいはい、西川美里プロ。すごーい。そうそうなるメンバー。
すごいですね。じゃあその時のなんかここのホールでなんかこういうことがあったんだよとかってあれば教えてください。はい、回ってて超景色綺麗。これはどどの、はい、今のホールの折り返しになりましたので、右側が練習場なので右からグリーンの奥まで OB なんで気をつけてください。はい、ちょっと見えないんですが、少し右ドッグっぽい感じになってます。あの狙い目はこの細く刈り込んである通路の右沿いがいいです。右の線沿いぐらいで。わかりました。11番パー4、367ヤードです。いまーす。これ行ったとこじゃない行ったとこじゃないよしよしよし。ちなみに大箱根カントリークラブのこのコースの特徴をお聞きしたいです。広くてものすごく雄大なんですけれども、平らなところが比較的ないので、こう微妙なヘアウェイに行ってもアンジュレーションがありまして、そういった面ではヘアウェイに行ってもちょっと難しいかなと思います。全くね、真っ平らがないので、どっかしらにこう確かに、はい、平らっぽいのにっぽくな、そうですよね、ヘアウェイラッキーみたいな気分はちょっとないかもそう、確かにピンも見えないとか、そんなに、ね、はい、砲台がやっぱり多いので、ラッキーで乗っていくこともないので、やっぱりちゃんとキャリーボールが必要ですね。はい、難しい、やっぱりでもすっごい景色綺麗、はい、あれ何ですか。大涌谷です。大涌谷、黒卵のとこですよね。はい、卵だ、黒卵有名です。あれ食べると何かあるんでしたっけ。そう、3年だか5年だか寿命が伸びる多分行かないと10個ぐらい欲張りだからかける10みたいな単純で、なので多分3個ぐらい食べると永遠みたいな。ああ、なるほど。一体があんまり食べ過ぎてお腹壊してなるほど、ちゃんと考えてるんだ。ああ、ここ、なるほどね。確かに逃げ場なしって感じ、転がせないし、これきついな。高低差なしの107、107、はい、で下りあります。2段グリーンのちょっと手前目というか、はいはい、はい、センター寄りですけど2段の低い方の手前からがピン107、100打てば乗りますって感じですね。はい、さっきのなんだっけ、何山でしたっけ。金時山だ。金時山を探そう。大涌谷の右上のあのとんがってるのが神山で、はあ、金下の煙が大涌谷で、こっちが金時山だから右から左でしょ。結構受けてるってことでしょ。ピッチングでちょっと抑えていきます。風も右から左に来てるんで、グリーンセンター狙っていきます。うわー、風乗っかっちゃったよ。いやー、どこ行った、超巻いてっちゃったよ。なんかちょっと緊張するわこれ。砂質チェックですね。あ、砂質チェック、いいね。大箱根カントリーの砂質チェックのためにわざとそういうことにしとこうかな風も結構やっぱなんだ、抜けるというか、あんまやっぱ木少ないからですかね、結構風来る感じする。うわ、目玉ってことは結構柔らかいんじゃないこれ。うきゃー、あ、すごい、でもへこんでる。いや、柔らかいっす、やっぱさすがって感じ。これは難しいね、上からドーンでこう傾斜してるから。最終的に上り残したいから、向こうにやりたいから、ちょっとこれは出すだけみたいになっちゃうんですけど、いきます。まあそうなるよね。よいしょ。でもすごい柔らかかったけど、むずかった。さあ、ここから切り取り直してやりましょう。これカメラでわかんのかな、微妙な傾斜があって、なんか読み切れんし打ちにくいし。止まれ。うわー、砂がすごいね。そこからこっちからは逆だから、カップ1個左、
うわあ、消えちゃった。お先とかないもんね。よいしょ、やられてます。難しさにやられちゃっております。3日間で13アンダーで優勝できるから、これすごいわ本当。尊敬するもん。本間もやっぱ、しかも本間こっちですもんね。 こっちってもうなんか手前のグリーンとかなんか若干こうえぐれてる感じ。このグリーン結構やばいです。やばいですよね、はい、あこのサブの方ですか。うん、こっち、あこっちが本グリーンなんですけど、このグリーンすごい難しい、ね、確かにトーナメント手前とか行ったらこぼれちゃうじゃん絶対。いやそうちょっと、あの目とかいろいろあって、はい、こっちにオーバーするとか転がって、いやーなんか打ちにくいもん。なんだろう、なんか景色がそうさせてんのかな。はい、12番、148のプラス6、148がピンまででプラス6ヤードです。プラス6のフォロー、はい、これいつも通りの風は左からのサイズ上げなんですよ。あ、ちょっと混ざってる、混ざってる感じ。150だったら手前落ちます。フロントエッジ130150、微妙ですか。50はちゃんとないと、はい、ないとダメ、はい、OK、これ何ですか。これ古い計測器。あ、そうなんですか。すごい気になったの。そうレーザービームで、なのであの木までとか私のボール何ヤード飛んだとかいうのはできなくて、旗にセンサー受けがついてるので旗だけなんです。そうなんだ。高低差も出てるんですか。高低差は出てないです。あ、そっちで合わせてるんだ、はい。すごい、なんかなんだろうこれって。その方が持ちやすいですよね。確かに、あ確かに5か6か迷うわ。いや、じゃあ迷ったら短い番って私もなんか前の動画で言っちゃってるんで、じゃあそうします。言っちゃってるんで、よいしょ。さあ、じゃあ普通にピン狙っていきますわ。さあ、行くかな。おお。やったやった。迷ったら短い番手。でも本番向こうだからすごい長いってことです。あ、本番とかその試合、試合はな、でも長いだけで、長いだけなんです。長いだけでもあれすごい。すごい、結構ちょっと上がってるけど、結構170とか80ぐらい打てばいいだけみたいな。何のプレッシャーも。なるほど、なんか結構あっちやばいんですよ。アスリートチックなキャディーさんでした。でなんかすごいグリーンが小さく見えるのは見えてるだけですか今。なんかすごい左が、左グリーン、トーナメントグリーンが小さく見えてるのは見えてるだけです。あ、見えてるだけ。勘違いでした、失礼しました。メンバーさんだとなんでこっちをトーナメントグリーンにしないんだろうねってぐらい右のグリーンのが難しいので。絶対そうだと思う。え、ちなみに試合中に、はい、こう選手と今みたいにこう 迷いましたで、選手とこうキャディさんがこうなんだろう、意見が食い違ってちょっとなんかバトったりするんですか。しないです。あ、しない。もうキャディさん言われた通りにやるって感じなんですか、選手の皆様は。あんま聞いてこない。あ、そうなんだ。そうなんだ。ズバズバって言うから、もう選手に迷わせない何かこういうトークスキルをこう身につけたのかなとかちょっと。あんま聞いてこないです。あ、聞いてこない、すいません、はい、なるほど。今の加納文子プロっていうプロに4年ぐらいついてて、もう今あのなんだろう、現役は引退されてるというかツアーには出てないんですけど、はいはい、すごっ。なんでそのプロとはもうなんとなく、もうあうんの呼吸。いや、ちょっと待って、乗ったはいいにしても、分かんないから。二段グリーンやん。これこれむずいやん。ちなみに山は今、あ、金時山ね。二段の登って平らではこういう感じ。なるほど。ってことはこの傾斜ってこっち行きます。こっち、やっぱ目が左から右の登り傾斜。うわ、あだ。ございます。金時山。
でもあそこなんか展望台みたいな、 あれはテレビ塔なので、テレビのアンテナが、テレビのアンテナ、はい、テレビ塔見えんのかな、テレビ塔ですここってこうなんか丸印しといた方が